こんにちは、プロクレビューチャンネルです。今回は12月11日発売のモズ整理上手な本革コンパクト財布ブックを開封レビューします。モズ整理上手な本革コンパクト財布ブック、しっかりと厚みのある本革製のコンパクト財布。縫い目や革の端のカットもきれいに処理され、手に取った感じも市販品と遜色ないクオリティ。型押しされたロゴ部分も丁寧な仕上がりでした。革素材の良さが生かされたシンプルなデザイン。新品の牛革ならではの硬さがあり、使ううちに変化する風合いも楽しめそうです。後ろ側は IC カードなどの収納にも便利なカードポケット付き。ポケット部分も硬さがありますが、逆さにしてもカードが抜け落ちず、きちんと収納されていました。開閉は L 字ファスナータイプ。ファスナートップはモズの刻印入り。くすんだ風合いで味があります。大きさも厚みもあり、スムーズに開閉できます。開けたところ、本革のため硬さがあり、あまり大きくは開きませんが、だんだんと柔らかく変化するかなという感じです。両サイドにはカードポケットが2枚ずつ。内側に使われている生地も張り感があるので、カードをしっかり押さえてくれます。お札は2つ折りにしてカードポケットの手前に入れます。両サイドに入るので、お札の種類で分けたり、レシートと分けて入れることもできます。中央がコインケース。ファスナーなどはついていません。小銭を入れた状態で財布を逆さにして振ってみましたが、1円玉もコインケースの外に出てくることはありませんでした。中が黒いため少し見えづらいですが、少量の小銭の持ち歩きには十分なスペースです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。